ジェットはフランスのオトモビルルネボネが1962年から1964年まで、マトラが1965年から1967年まで生産した世界初のミッドシップエンジンの市販スポーツカーである。フォーミュラカーの世界では常識となっていたミッドシップレイアウトをオトモビルルネボネが世界で初めて市販型スポーツカーに適用したスポーツカーである。 リアエンジン車のルノー8のエンジンとギアボックスを前後、逆に搭載したためホイールベース 2400mm、幅 1500mm の細長い独特のプロポーションとなっていた。エンジンのチューによって65馬力で最高速度、時速 165km のジェットアイ、8ゴルディ2用80馬力で最高速度時速 190km のジェット2。 DOHC998cc100 馬力のレース用ジェット3が存在した。極めて高度な機構を持つ魅力的なスポーツカーではあったが、オトモビルルネボネ時代は生産体制も小さく比較的割高でもあって経営難で生産中止に追い込まれる1964年2月までにわずか197台が生産されたに過ぎなかった。 結果商業的利益は上げられず、また、フランス以外ではほとんど知られずに終わった。マトラがオトモビルルネボネを買収、元シムカのフィリッペグデンを起用して、車体前後のデザインや、ウィンドスクリーンの形状を変更、内装も豪華なものに改め、マトラ発の市販車、マトラジェットとして1965年4月に再登場させた。 かつてのジェットアイに相当する出力 70HP、最高速度時速 170km のジェット5、ジェット2に相当する 90HP、最高速度時速 190km のジェット 5S。そして、ジェット2のエンジンを 1255cc に拡大し 105HP、最高速度時速 210km のジェット6の3種類のチューンで生産された。 1966年以降はジェットと表記されるようになった。当時のフランスでも日本円換算で200万円以上と高価で販売は伸びず、ライバルのアルピーヌ A112 は立ち打ちできず、1495台の生産に終わった。1967年に登場する後継者の M530 はミッドシップレイアウトは継承したものの、全くの別物となり、 エンジンをドイツフォード製の V 型4気筒とし、2プラスに座席にしてファミリー層の取り込みを図るなど生産性や販売面も配慮された製品となった。当時の日本には輸入されなかったが近年になってヒストリックカーとして輸入された例がある。ルネボネ時代耐久レーサーとして使われ1963年と1964年の ルマン24時間レースに参戦したが失敗であり、1963年に熱効率指数賞を獲得したのみで終わった。マトラ時代には積極的にラリーに参戦したが、アルピーヌの敵ではなく、成果は上がらなかった。世界の自動車 -11 シムカマートラアルピーヌ、その他、P51、ABCDE、世界の自動車 -11 シムカマートラアルピーヌ、その他、 P84 世界の自動車マイナス -11 シムカマアトラアルピーヌその他 P49 ありがとうございます